ポリカルパ・サラバリエータは、コロンビア独立運動で、革命軍のために活躍した女スパイであり、コロンビア独立の英雄と考えられている。スペイン王党派に捕らえられ、最終的に反逆罪で、首都ボゴタのマヨール広場で銃殺され処刑された。ラポーラの呼び名で知られ、彼女の死亡日は、コロンビアの女性の日として記念日とされている。 ポリカルパの家族は、称号もイダルゴも持ち合わせていなかったものの、幼少時代のグアドゥアスの家から判断すると、一見立派であり裕福であった。サラバリエイタ家は1796年から1798年の間にボゴタに移り、サンタバルバラの小さな家に住んでいた。1802年に、首都で天然痘の流行が勃発し、ポリカルパの父、母、 弟エズアルドと妹マリア・エグナシアを含め数千人が死亡した。悲劇の後、家族はバラバラになった。ホセ・マリアとマヌエルはアウグスティヌスの命令に加わり、ラモンとフランシスコ・アントニオはテナに行き、農場で仕事を見つけた。最年長の子供であるカタリーナは1804年頃にグアドゥアスに戻り、ポリカルパの弟のビビアーノを連れて行くことを決めた。カタリーナは 再び、彼女と彼女の二人の兄弟をとって、ドミンゴ・ガルシアと結婚するまで、彼らは彼らの名付け親マルガディータ・タベルトラントその場、マヌエラの家に住んでいた。ポリカルパの人生には、この期間に関する情報は、ほとんどない。知られているのは、彼女が、仕立て屋として働いていたことと、公立学校の教師として働いていたことだけである。当時、グアドアスは、 ゴゴタからマグダレナ川に至るヌエバグラナダを通る最も重要な道路の重要な休憩所であり、国の北部とカリブ海に通じていた。兵士、貴族、職人、農民、反乱者、スペイン人、グレナディーン人はグアドゥアを通過し、商業とニュースと情報の中心になった。戦争中、ポリカルパの家族は革命側に関与していた。彼女の義理の兄弟、 ドミンゴ・ガルシアは、南部のキャンペーンで、アントニオ・ナリーノと一緒に戦死した。伝説によると、革命が勃発した後、副王アントニオ・ホセア・マールイ・ボルボンとその妻マリア、フランシスカ・ビジャノバは、彼らの命への不安から、ホセ・ミゲル・ペイド・アンドラデ市長によって密かに防ゴたから、逃れた。彼らは、グアドアスに立ち寄った。マリア・フランシスカ・ビジャノバという副王は、ポリカルパの家に行き、 彼女の差し迫った運命と死を予告していた。歴史上、ポリカルパは1810年以前には政治に関与していなかったが、1817年にボゴタに戻った時には政治問題に積極的に参加していた。ボゴタは人口のほとんどは、王統派のスペイン語とパブロ・モリロで、オーバーテイクの承認を受けたレコンキスタの本拠地だったので、街の中や外にいることは、 非常に困難だった。ポリカルパと彼女の兄弟ビビアーノは、偽造文書と保証措置、そして革命指導者のアンブロジオアルメーガと、ホセロドリゲスによって書かれた紹介状を持って首都に入った。彼らは、彼女と彼女の弟が彼女の召使いとして働くことを隠して、アンドレア・リカートイ・ロザノの家に滞在することを勧めた。実際には、 アンドレアリコーテの家は首都の情報収集と抵抗の中心地だった。グアドゥアスではポリカルパは革命家として知られていた。彼女はボゴタで知られていないので、彼女は自由に動いて疑いなく他の愛国者やスパイと会うことができ、王党派の家に侵入することもできた。王党派とその将校の妻と娘に仕立て屋としてサービスを提供して、 ポリカルパは彼らと彼らの家族のために変えて修理した。同時に彼女は会話を聞き、計画と活動に関する地図と情報を収集し、主要な応答派が誰であるかを特定し、革命家である疑いのある人を見つけた。ポリカルパも革命軍に協力的な若い男性を密かに募集した。彼女の兄弟らの助けを借りて一緒になって、 クンディナマルカの反乱が必要とする兵士の数を増やすのを助けた。ポリカルパ逮捕の作戦はスムーズに実行され、首都ボゴタの外の反乱軍に情報を持ち帰りながら、アルメーダ兄弟が逮捕されるまで気づかなかった。彼らの情報は、ラポーラを革命に直接結びつけた。アルメーダ兄弟とラポーラは、兵士が王立陸軍から脱走し、 革命側に参加を助けることに関与していた。武装勢力への武器、弾薬及び物資の輸送アルメーダスが同じ年の9月に捕らえられた時に刑務所から逃げるのを手伝い、彼らをマヘタに避難させた。彼らはラ・ポーラとの関係が都市で反乱が起こった時に役立つと期待していた。応答派は彼女の反逆罪を疑ったが、 下手屋をスパイと反逆罪で告発する確固たる証拠を書いた。重なれに逃げようとしている間に、アレホサバラインが逮捕されたことは、オートがハガラポーラを逮捕することを許可する出来事だった。ポリカルパから彼に与えられた愛国者のリストに、オートハによって逮捕された。首都ボゴタのスペイン側の最高責任者である、イグレシアス軍曹は、ポリカルパを見つけて逮捕し、 反逆罪で起訴した。ポリカルパと彼女の兄弟ビビアーノは両方とも、アンドレア・ラカーテ、ワイ・ロサノの家で逮捕され、コレヒオメイヤーでヌイストラセナーデル・ロザリオに連れて行かれた。彼女らは11月10日に戦争評議会に連れて行かれ、ポリカルパとアレホと他の6人の囚人は1817年11月14日の朝に発砲隊により銃殺されることが宣告された。 処刑のために選ばれた時間は11月14日の午前9時だった。ラポーラは手を縛られ、二人の司祭と一緒に彼女の死に向かって行進し、守備隊に導かれた。司祭が唱えている祈りを繰り返す代わりに、彼女はスペイン人を呪い、来るべき革命で彼らの敗北を予言した。ラポーラは彼女の処刑の前夜に容赦なく、スペイン人を呪ったと言われている。 ある時点で彼女は立ち止まり、疲れ、喉が渇いて、守備隊の一人が彼女にグラスワインを差し出した。彼女はグラスを投げ返し、敵からコップ一杯の水さえも受け取らないだろう。と述べた。彼女はボリバル広場で、他の6人の囚人と恋人のアルホサバラエンと共に死ぬことになっていた。足場を登った後、彼女は配信するように言われました。 彼女が処刑に導かれたとき、ポリカルパは他の囚人に心を捧げ、逮捕した者らを誹謗した。ラ・ポーラはスペインの射撃隊にひざまずくことを拒否し、私はこの死1000人以上に苦しむ勇気があります。私の例を忘れないでください。チームが射撃を開始したとき、ポーラはチームに向きを変えた。通常のように、あれほど他の6人の囚人の遺体は、 ボゴタの街路をパレードし、展示され、革命家を追い払った。女性である彼女は、この最後の屈辱を免れた。アウグスティヌス修道士の兄弟、ホセ・マリア・デロス・アンヘレスとマヌエル・サラバリエータは、ラ・カンデラリアの近くにあるサン・アグスティン修道院の、教会に、彼女に、適切なキリスト教の埋葬をすることを主張した。1967年11月8日、ポリカルパ・ラバリエタの、 死亡日を記念し、コロンビア共和国の女性の日とする法案がコロンビア共和国議会で可決され、カルロス・ジェラスイコール・レストレポ大統領によって次のように署名された。私たちの英雄、ポリカルパ・サラバリエータのシポリカルパ・サラバリエータは、コロンビア通貨で長年にわたって何度も描かれてきた。通貨の多くには、理想、または神話上の女性像も登場してきたが、 彼女の肖像画はこれまでに使用された通貨で実際の歴史的女性を取り扱った唯一のものだった。他の画像が含まれます。レディ・リバティ。マサヨシ・コロンビアのすべての先住民を代表する未知のネイティブアメリカンの女性さらに最近ではマリアと同じ名前のホルヘアイザックスの小説の架空の人物であり、著者と一緒に撮影されている。1万コロンビアペソ紙幣は 現在、ポリカルパサラバリエータの肖像画が今も流通している唯一の紙幣である。1910年のコロンビア独立100周年を記念して、コロンビア政府はポリカルパサラバリエータ、シモン・ボリバル、フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデール、カミロ・トーレスなど、コロンビア独立の英雄の肖像を特徴とする一連の切手を発行した。その他、 1903年から1904年にかけて、アンティオキア賞は、ラポーラを描いた、青いサンペソの切手を発行した。リスメアンディ・ポサダ、イグナシオ、ゴーバーナンツ・コロンビアノス、トランスクリプション、コロンビアン・プレジデンツ、インタープリント・エディターズ・リミテッド、イタルグラフ、セグンダ・エディション、ページ51ボボタ、コロンビア1983、ディア・デラム・ヘール・コロンバ・キャベッジ、 ギャジュース。2007年10月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年11月21日閲覧。ラスムヘレス ENL でサーアイでコロンビア。コロンビアン、ナショナルアルマダ。2007年11月21日閲覧。メンションオブザテリノベラ。2019年9月29日閲覧。ラポーラエントラーダビデオデイリーモーション。 デイリーモーション2019年5月2日閲覧アドミンラポーラカピートゥーロ98フィナールエルカーテル TV2019 年5月2日閲覧ありがとうございます